1ペニー切手二ペンス切手、ブルーモーリシャスとは1847年にイギリス領モーリシャスで発行された切手である。世界で最も価値のある切手の一つとして知られる。なお、英語ではモーリシャスポストオフィススタンプスとも称する。イギリスで1840年に開始された郵便切手制度は好評を持って迎えられ、イギリス国外にも広がりを見せるようになっていった。 そして、1847年に、モーリシャスでイギリス及び同国領としては2番目となる切手が発行されることになった。発行されたのは1ペニー切手500枚と2ペンス切手500枚であった。このうち校舎が青色であったことから、ブルーモーリシャスの名で呼ばれるようになった。この切手の大きな特徴は、本来、ポストペイドと書かれるべき箇所に、ポストオフィスと記されていたことである。 これが誤りなのか、意図的なものかは、諸説あるが、2回目以降に発行された切手は、ポストペイドになったため、ポストオフィス名のブルーモーリシャスは、初回発行の1000枚のみとなった。19世紀の末には、切手収集が立派な趣味と認知されており、有種化と呼ばれる、切手コレクターたちは希少な切手を求めていた。そして、ごく少数発行された。 ブルーモーリシャスが注目を集めることになり、非常に高値で取引されるようになった。ブルーモーリシャスは1ペニー切手が15枚、2ペンス切手が12枚の計27枚のみ、現存する。このうちの大半が、イギリスの王立コレクションやベルリンの郵政博物館などに保管されているため、市場に出回ることは稀であり、個人コレクターが入手することは極めて困難である。そのため、 市場価格は2枚1組で6億円とも言われている。過去の代表的な所有者に、日本の切手コレクター金井博之がいる。金井は、1963年に、最初の1枚を落札し、未使用の1ペニー切手と2ペンス切手、使用済みの1ペニー切手と2ペンス切手の4枚に、加え、1971年に1ペニー切手と2ペンス切手が貼られた手紙、通称、 ボルドーカバーを1億2000万円で落札し、合計6枚という個人としては世界最多の所有者となった。その後、カナイは1988年にコレクションを放出し、ボルドーカバーは1993年にチューリヒで競売にかけられ、612万3750スイスフランで落札された。未使用の1ペニー切手と2ペンス切手は、 モーリシャスの企業で結成されたコンソーシアムによって220万ドルで落札され、同国の首都ポートルイスにあるブルーペニー博物館に所蔵展示された。現在一般に公開されているのは同館の2枚のみである。ありがとうございます。